皆さんこんにちは。脳科学イングリッシュトレーナーの塩浜直子です。今日はスペシャルゲストとして、エッセイスト、洋書レビュアー、翻訳家でいらっしゃいます渡辺ゆかりさんをお招きしています。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではですね、簡単な自己紹介からお願いできますでしょうか。はい、自己紹介というのもあれですけれども15、6年前ですかね、そのぐらいから、はい、もしかしてもっと前ですね、2008年の12月ですよね。あ、そう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 、はい、今何年か忘れているっていうその頃から洋食パンクラブというブログを始めたんですけれども、まあ、その前から少し医学の方の翻訳をしていて、でそれでだんだんその後、小説を出しまして、でしばらく小説家としてなんとかならないかと思っていたんですけれども、そちらの方やっぱり子育てとかそういうので忙しくなってしまって、でそれでお休みしていて、でその後どうしようかっていう時に、まあ細々と翻訳とかしていたんですけれども、ヨッシュファンクラブを始めて、でそれでまあそれをきっかけにいろいろエッセイとかも書くようになって、でそれで今に至っております。なるほど、そうですね。洋書ファンクラブは、洋書ファンクラブを画面でシェアした方がいいですよね。はい、分かりやすいですよね。はい、どうもありがとうございます。私やりますね。はい、こちらなんですけれども、すごい冊数ですよね、紹介されてるのが。でもこれでもすごく少ない方でっていうか読んでもレビューがついていかないので、なかなか忙しくなると読むことをやめないんですけれども、書くのが追いついていかなくって、そう追いつかないと忘れてしまうっていうのがあって、で書いてか書いてない書いてないのかを覚えていない時があって、で自分でサーチして、あ、書いたと思ったのに書いてなかったわっていうことが結構あるんですよね。もう自分では書いたつもりになってるのに、それとか、うんうん、書いたのに誰かにこの本読んだとか、アメリカの友達言われて、そう面白いよとかって言われて、読んでないとかって言って、じゃあ後でチェックしておくって言ったら自分でちゃんとレビューしていたとかっていうそういうのもあって、なんか記憶力ほとんどないんじゃないかっていうだから自分の記憶のために、うん、こう忘れないように読んだか読んでないのかっていうのをすぐ忘れるので、それでグッドキッズを使い始めて、もうかなり前から使ってますよね、もう初期の頃から。ともかく読んだことを忘れてしまうから、自分でもう何度か読み始めて、これなんかこう心当たりがあるっていうか筋が分かるんだけどこれみたいな、でデジャビューで、そしたらやっぱり読んでたりしてそれがもう3回目ぐらいだったりしてでそういうことがよくあるの で、うん、同じ本をまた買ったりなんかして、今は例えば Kindle Kindle とかだと買いましたよっていうのが出てきますよね、 Amazon で、はい、だからこれ買ったわっていうか、これはもう読んだわっていう印があるんですけど、昔は本屋さんでこれ面白そうとかって言って買うと、なんかもうそう思ってすでに買っていて、すでに読んでいたりなんかするんで、わかります、その気持ちそのぐらいなんか雑読なんですよね。でもなんかこのレベルって、これは絶対に洋書ファンクラブに書かなきゃみたいな気持ちにさせる本をやっぱり書かれてるってことですかね、レビューとして。そうですね、ですからどういう選書でこう書いてるのかっていうと、必ずしも自分がすごく好きだからっていうのだけを書いてないんですよね、うん、こう自分でダメだなっていうか、すごく好きじゃなかったっていうのも書いているっていう、うんうん、それは話題書だったりすると、とりあえず話題書をチェック、どういう本なんだろうっていうのを探してる人がいるだろうと思って、で、うん、そういう人のために、どっちにしようかなとか迷ってる人の役に立てばっていう感じで、私の意見として、うん、でも好きになる人もいるだろうなっていうことは考慮しながら書いてるんですけれども、かなり自分の率直な意見入れてますね。そうですよね、いつも最後に
私はあまり好きではなかったけれども、これこれこういう人にはおすすめですってよく書かれてますよね。うん、そうなんです。ですから、苦手なタイプの本っていうのは誰にでもあるもので、はい、私はかなり雑読ですけれども、やっぱり好きじゃないタイプっていうのがあって、でもそれぞれ個人的なもので、例えばグッドリードの評価が 4.2 ぐらいあってもうすごく嫌いっていう本あるんですよね。そうかと思うと3ぐらいのなんか低い評価でも私はすごい好きだったり、それはやっぱりいろんな人に当てはまるものだと思うんですよね、はい、ですからどうしても読んでほしい、これは絶対に読んだ方がいいよっていうものを、まあ、これヨマの方で、はい、推薦してるんですけど、それはもっと広い読者層にアピールするだろうっていうものと、ちょっと苦手でも読んでみてくれるといいと思いますよっていうものをこれ読むの方に選んでるんですよね、でそれ以外は割ともう個人の趣味とか、ですね、割と、でもあんまり偏らないようにっていうのは心がけていて、自分の中でも。なるほど、はい、そっかそっか。でもその何て言うの、個人的な意見とかをそのこれを読まずして年は越せないでしょうで、モナさん、マヤさんと語り合ってるわけですよね。そうですだから、それぞれにやっぱり好きな本とか、得意分野とかあって、ですからそういう視点があった方がいいなと思って、なるほどね。そういうことでいろいろ、まあ嫌いでも、まあ自分は好きになれなくてもこういう人にはおすすめとか、こういうポイントがあるみたいのを書かれてるってことですよね。そうですね。ですから、面白いものっていうか、これ、一つに偏らないように、その年の話題書を紹介していくって。ですから大体はまあ話題に、ある程度話題になっている本を選ぶんですけれども、その中で、あ、これ面白かったけれどもきっと知らない人がいるだろうなっていう本も中に入れたりしてますよね。ですから選書の中ですから、ずっと、まあ、自分の読んだ本の中でこれはもう無視していいやとか、これどっちでもいいやっていう、やっぱりエンターテインメントの中で、これはもうすでにどこかで出てるような類の本だなとか、そういうものは割とこう読んでも忘れるっていうか、かなりそっちの方にポモンと置いたりしていて、で、でも、もう一度読み直してから書かなきゃいけないなっていう本をまたちょっと積んであったりするんですよね。なるほど、そっか私実はすごく聞きたかったのが、はい、ゆかりさんの一日の、なんつうの、ルーティーンというか、そのほら森の中をジョギングされたりしますよね。で、普通の一日はどういうふうに始まって、どういうふうな、そうなんですよ。で、それが割と今社交ダンス始めたので、かなり一日の、はい、パターンが崩れてしまって、っていうのは社交ダンスってやっぱり夜のあれが多いんですよね。夜イベントが、その社交ダンスを始める前は本当に3時過ぎに起きて、でそれで、まあ、こう E メールして、でこう日本とのやり取りをして、でそれで、新聞、ニューヨークタイムズとワシントンポストとボストングローブはオンラインで購読してるんですよね。前は新聞で撮ってたんですけど、新聞の配達がさ、もう本当に人手不足だと思うんですけれども、来ないんですよね、朝。遅れてくると、もう本当に忙しくなってから来ても読めないんで、でそれでもうオンラインに切り替えてから何年か経つんですけど、それをチェックして、でそれで森に走りに出かけて、で戻ってきて、でまあちょっとジムっていうか、ストレッチとかそういうのして、でそれでそれからまたこう仕事に戻ったりとか、あと家事の方をやったり片付けたりして、また仕事に戻ってっていう、そういう、それで、ま、家族のことが入ってくると、また夕方まで忙しくなって、また夜にちょっとやってって、それで、まあ、なるべく遅くならないように就寝するっていう、でその日にやることっていうのを一応前の日に、寝る前にリストを作っておいて、でそれでテーブルの上に置いておいて、朝起きて
チェックして、でそれでこうやったものにこうクロスアウトしていくっていう、そういう感じなんですけれど、今はですから社交ダンス の, スケジュール次第 で, で本当にねダンスやっぱソーシャルダンスとそれからボールームダンスって、日本でいう社交ダンスって大体ボールームダンス、ボールームダンシングの方だと思うんですけれども、うん、はい、2種類あって、でソーシャルダンシングっていうのはこう日本でいう社交ダンスとは違って、うん、こうなんていうか、そういう集まりに出かけていって見知らぬ人とダンスするっていうのは割とカジュアルなものなんですよね。で、ですからそういうものはすごく遅くって、特にラテン系とかはもともとの故郷の人たち の, 生活っていうのがダンスの時間すごい遅いんですよね。へー。で、ですから9時頃に、夜の9時頃に始まったりするんですよ、ソーシャルダンスに。あら、まあ、でそうすると私の寝る時間じゃないみたいな私もそうすると本当に戻ってくるとすぐに寝ることができないっていう、で、うん、夜中になってしまうっていう、だからパターンが崩されてしまうと、ちょっと崩れてるんですよね。ですから時間がちょっとずれ込んできていて、でまた森で走るのすごい好きなんですけれども、やっぱり足首ひねることがすごく多かったんで、足首ひねるとダンスできなくなるし、コンペティション行けなくなるんで、ちょっと、こう今森の中は歩くだけにして、ダンス、走るっていうのはちょっと中断で、ちょっとだから、生活のパターンにちょっとあれがで変化ができて、そんな感じですね。じゃあ割と今の第一優先は、まあ、仕事とは別にして、そのダンスが一番そうですね、優先順位が高いってことですね。そう今は本当に2023年から自分の時間を優先するって決めて、それまではもう家族の時間で、その後仕事でっていう感じだったんで、自分の残りの時間がほとんどなくって、で、まあ、この、幼少ベスト500個を作ってた頃なんかも、孫が生まれて、孫の世話も週に2日してたんですよね。でそうするともう本当に時間がなくて、自分の時間が、寝る時間もなかったんで、もうちょっとこれはやっぱりどこかで何とかしない限りは自分の時間ってできないなと思って、でそれで決意して、自分をともかく優先する、もうここまで来たんだから、ここまでやってきたんだから、自分のこう時間に優先、人生優先させていただいてもいいんじゃないかっていう開き直りで。そうですよね、その通りですよね。ちょっとじゃあ共有をストップしてですね、はいはい、私も昨日この見えるかな、これアメリカはいつも夢見、はい、これ一番好きなんですよ。どうも嬉しいです、ありがとうございます。ちょうどこの最後のところに、その自分を一番優先するっていうのが書いてあって、確かにほら母親業とかやってると、どうしても子供の世話とか、ね、家族の世話にそっちを優先してしまうけれども、まあ、ある程度それが終わったら自分の好きにした方がいいっていうのは、本当に私も、まあ、まだ下の子が16歳なんで、まあ、手がかからないわけじゃないんですけれども、あんまり自分を抑圧してると、抑圧っていうか知らないうちに我慢してるんですよね。そう、知ら、なんていうか、結婚して子供が生まれてっていう、だんだん自分をこう、そこのなんていうか、役割に自分自身ではめ込んできてしまって、で周りもこれでいいのだみたいな感じになって、みんなで納得してしまっていて、自分ではこう、我慢していると、きっと、自分が努力しているからこそ、こう家族が何とかやっていけるっていう、そういうことは事実であるんだけれども、でも何ていうか、犠牲になっているっていうモヤモヤ感っていうのをどんどん募っていくっていうのがあって、でもそれを言わないと周りの人みんな分かってなくってっていうのがあるんですよね。
そうなんです、ね、それがあのこう支える立場のなんかあのこう辛いところで、うん、であのそれでうまくいくとやっぱりあの仕事でもそうだけれども、あのトップの人たちっていうのはあのいつもこう評価されるけれども、はい、その人たちがあの成功するためにはものすごく周りの人たちっていうか、うん、サポートがあってこそ成り立つわけで、一人で全部作ってるわけじゃないし、一人で全部やってるわけじゃない、はい、で周りにやっぱりできる人がいて、うん、で影の、ね、あの縁の下の力持ちたちがたくさんいるからなんだけれども、その人たちっていうのは本当に、うん、あのこうもう名もなき人たちで、誰も特に評価もしていないしっていう、うん、であの首のすげ替えもできるっていう、なんかこう辛い立場なんですよね、うん、でそうした時に結局こうじゃあどうすればいいんだっていうと、やっぱり自分で自分の人生楽しむしかないなみたいな、うん、そうですよね、多分分かる人はたくさんいると思うんですけれど、うん、そうなんですよね、そっかそっか。であの略歴拝見したところ、その1995年からずっとアメリカで暮らされていて、はい、あの英語で苦労されたっていう時期はありましたか？あ、それはありますよ。あの、うん、もちろんあの一番最初にあの、うん、こう英語圏に行ったのは21歳の時で、イギリスだったんですよね。で、うん、あの大学の夏季コースみたいな感じで、あのこう夏季の、うん、1ヶ月、あの1ヶ月の間あの英語短期留学ということで、はい、であの大学の生協で見かけたあのコースを見て、うん、あこれ行きたいって言って、でそうそう、ロンドンにずっと行きたかったんで、イギリスにずっと行きたかったんで、あ1ヶ月夏休みの間って、そうあの行けばっていうあの感じで行ったんですよね。でそうするとあのリスニングの練習をしていたので、うん、相手の言っていることが分かるんだけれども、あリスニングの練習してたんだけれども、あの喋る練習も一応してたんだけれども、こっちは喋ってるんだけど、うん、リスニングがなかなかできなくって、その反逆ですよね、うん、リスニングがなかなかできなくって、なんで君は言ってることを言ってる、喋っちゃうんだけれども、なんで自分僕の言ってること分かんないのみたいなことを言われたりして、あでもそれもあったりとかして、それとかやっぱりあのディスカッションに参加できないっていう、あそのなんかこうなんかバカになる、なんかこうバカになった気分だから言葉が使えないとやっぱ表現できないので、でなんかすごく自分がこうなんかあの知能低下したような気分になるんですよね。でそれでいやなんかすごくあの悲しいというか、あの向こうもなんかすごくゆっくり喋ったりするでしょ。 Do youUnderstand? そうなんかゆっくり喋ったら分かるでしょみたいな感じで、なんか幼稚園の子供みたいに扱われるっていう、なんかその辛さみたいなのがやっぱり最初はたくさんありましたよね。うん、やっぱり多分ね、それはあの私だけじゃなくって他にもものすごく、うん、あのこうあの面白いことに、友達の友達って知り合いの知り合いの人が同じクラスにいて、うん、でその方は本当にもう本当に最女で、うん、あのもう男性ばかりのクラスに2人だけ女性みたいな感じのそういう方で、でも、うん、その彼女が悔し泣きしてたんですよね、うん、なんかやっぱりでもう彼女はだから最初来た時にはもうすでに英検の1級取っていて、でそれでもう彼女は悔し泣きをしていて、この人でも悔し泣きするんだと思って、じゃあ私はまだまだだなみたいな感じで思ったんですよね、うんうん、やっぱりあのこう自分の中頭の中で考えていることを表現できないっていう、うん、その表現する言葉を持たないっていうのはやっぱりすごい辛いことで、うん、はい、うん、それは本当誰でも体験してると思うんですよね。うん、そうですよね。あの、まあ、日本人にとっては英語っていうのが一番身近な、ね、第二外国語であって、うん、あの私もそのなんていうの、思い込み、そのアサンプションみたいなもので頭の中を英語だらけにしない、英語に切り替えなかったら英語だけで考えられないから英語が喋れないんだって
思い込んでた時期があったんですね、うん、でサンディエゴに今引っ越してますけど、そのアメリカで生活すればきっともう英語まみれになってねもう頭の中が英語になるに違いないと思ってたらとんでもなかったんですよ。やっぱりその英語を使わないとその仕事したりとかね、そうじゃないと喋れるようにはなれなくて、で最近特に気づいたのが、どうしても自分が自由に扱えるのが日本語だけだから、どうしても日本語と英語を比べてるんですよね。要所の場合も、私日本語の方がすっごく新幹線ぐらいに早く読めるんですけど自分の中ではそういう気持ちなんですよね。なんかそれに比べると要所ってすっごく遅いなと思って、その速読クラスを受けたりとかねしたんですけど、なんかね、その速読クラス受けて早くなっても面白くないんですよ。そこで、あ、私は日本語のスピードと比べてるなって気づいた時に、あ、比べない方がいいわ、自分が疲れちゃうからやめて、あとその日本語の本を読むこともやめてたんですよ、私しばらく。絶対英語のになってやるとか思ってて、それがまあ間違いだったことには後で気づくんですけどもそういう思い込みって怖いですね、本当に。そうですね、だから私がもう本当に長年こう繰り返しているように、こう楽しまなければ絶対身につかないから、お勉強にしないようにっていう、お勉強っていう、もう力が入っていると、本当にダンスでもそうなんですけど、力が入っていると本当にこうできなくなるって、そのどう力を抜くのかっていうのが本当にこうなんていうかコツっていうか、どういうふうに抜くんですかね。なんかだから、英語の勉強っていうか、だから本を読むっていうのは本当にすごく、本を読むだけで英語がすごく分かるようになるんですよね。そうなんですよ。それで、本を読むのも、だから本勉強のために本を読むと、いちいち分かんない単語が出てくると、それ知らないと前に進めないっていうのが、もう一番最初に私が英語を学んだ頃そうだったんですよね。だからすごく大変で、なんか課題図書を与えられて、で課題図書を読むのにすっごい時間かかって、なんか本当にこう時間が本当に短いものでもうすごい時間かけて、それで分かってないんですよね、全然。なんか頭に、だからなぜ分かんないんだろうと思って日本語の本読むときにはいちいち考えてないですよね。 これ、このページ分かったかどうかなんていうのはチェックしてないですよね、面白いから読んでるわけですよね。そうそう、ここで何が起こって、じゃあ次に何が起こるんだろうっていう、だから次に何が起こるか知りたいから次のページを読むっていう、だから英語もそういうものを最初に選んだら、スリラーですよ、私スリラーっていうか時事スリラーみたいな感じのものを選んだら、すごく面白くて、政治のこととかも入ってくるんだけど、よく分かんなくても、こうなんかこうドキドキすることが起きていて、このなんかやばいことが起きてるぞみたいな感じで、次どうなんだろうみたいな感じで、こう次々にページをめくっていくっていう、だから、その状況が頭の中に、こう半分でもいいからこうつ、見えてくるようになって、でじゃあどうなったんだろう、この人どうなるんだろうとか、だからミステリーとかそういうのを進めるのは、ともかく誰が犯人なんだろうとか、そういうなんか謎を追うことによって最後まで読むことができますよね。だからあんまり難しい文芸小説に最初から挑戦しない方がいいって私が言ってるのは、そういうのっていうのは本当に文芸小説が悪いっていう意味じゃなくって、文芸小説の場合本当に英語がものすごくよく分かっていないと、ニュアンスが分かんないとか文章の良さが分かんないとか、そういうのがすごく多いんですよね。だからそれを見逃してしまうと、この本いいのか悪いのかっていうの全然分かんないというか、味が分かんないままに、なんか食事、ミシュランスターのなんか二つ星とか三つ少しがあっても、ニュアンスがわからないままに食べてしまってもお腹いっぱいになるだけで楽しくないっていうか、だからそういうすごくいい本だって言われて、で一生懸命頑張って読んで挫折するっていうのは私やったことがあるんで、自分自身ともかくページはもう最後まで終えたけれども、一体何だったの
ったのかちっとも分かんなかったっていう、だからそういうのがあるから、ともかく一冊の本面白かったっていう、だから最後までこうあんまり何も考えずに読んで面白かったっていう成功体験を続けていくと、その中の表現、だんだん似たような表現がこう分かるようになってきて、推測できるようになるんですよね。そうですよね。そういうのは辞書を引いて覚えたものと違って使えるんですよ、日常生活で。そうそう、フレーズとしてですよね。そうそう、日本だとそのほらオンライン英会話とかね、英会話学校で喋ることにみんな集中しますよね。でもそれに対して洋書ってすごくハードルが高いって感じる方が多くて、逆なんですよね。そうなんですよ、そうなんですよ、読んでると喋れるようになる。そう、そこがね、やっぱり読んでみないと分かんなかったりするから、うまくその説得できないっていうか、ね、本当読むことでいろんなことが、まあ、集中力とかね、その英語の構文が頭に入ってきたりとか、結構ほら会話文もあるからそこを真似していってみるとかね。会話文まで役立ちますよね、本当に。だから本当にこの洋書ファンクラブでゆかりさんが載せていらっしゃるそのレベルチェックあるじゃないですか、 YouTube でもね、ああいうのを本当に見て自分はどのくらいのレベルにいるのかなっていうのを大体 見つけて、で Amazon の試し読みで数ページ読んでみて、あんまりわからない単語がなかったらそれをね、そのなんて言うんだろうな、洋書ファンクラブの困ったところは読みたい本がいっぱいありすぎることなんですよね。そうそうそう、すいませんみたいな。それで本当に洋書ベスト500のシーンを作った時に、前 のこの洋書ベスト500のジャンルベストの時に500っていうことで500にきっちりと収めるっていうのがすごい大変だったんですよ、最後の最後に数えたら、あれ503あるとかって言って、それじゃあ3つ削らなきゃって削ったらなんか499になってしまったみたいな、それとか、なんか重複してる心とか、でも最後のあたりでなんかもう本当に時間もないし寝てもいないし、なんか20時間ぐらい、1日20時間働いていて、でそれでもうなんかこう、なんでこんなところでっていうのがあったんで、数えたくないって言ったんですよね。そうそう2回目もう数えたくないって言って、で最後に数えていただいたら900何十かなんかあったんですよ。だから約倍じゃないですか。そうしましょうって、ほぼ1000冊ってしましょうみたいな感じで、一応500でプラスって書いて、そうプラスで、なんでこんなたくさんになったのみたいな、ボーナスってことだよね。そうそう、ボーナスなんで、でそれたくさんありすぎで、なんか本当申し訳ないんですけれどみたいな。いやいやいや、でも本当にそのゆかりさんのレビューを読んで、だいたい頭でそのストーリーをね、あらすじだけでも入っているとすごく読みやすいんですよ。これはこういうことなんだって、まあ、私は割と映画から入ることが多いんですけれども、その原作があったりとか、であとその一字一句を理解しようとしなくていいんだっていうことに慣れてきたら、すごくね、要所も読む楽しみもうすごく面白いんだよとか、その言葉のニュアンスとかね、そういうのが分かるのが洋書なんだよって口を酸っぱくして言ってるんですけど、なかなかね広めるのが難しいという感じで、だから洋書っていう感じでやっぱりこうハードル高く考えてるんだと思うんですよね。私は割と何て言うか、その数の力を抜くっていうのはあれなんですけれども、アメリカに最初来た時にはやっぱり日本の本が懐かしくて、でもあの頃1995年だったので、ここに来た時には、でそうするとアマゾンなんかもちろんないですし、でそうすると日本語の本ってすっごい高かったんですよね。でいちいち注文して、本屋さんで注文してこちらに来てっていうのはすごく高くついて、やっぱりこう申し訳ないっていう、それだけに本にそれだけお金を使うのも申し訳ないっていう感じがあって、ですると英語の本だとバンザンノーブとかに行くと
割安になってるのがあるじゃないですか、うん、20%引きとか、そう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 、それとかあのこう随分、ま、2年か3年か前のベストセラーが売れ残ってるのがあのなんか一冊あの5ドルとかってなってるの、うん、なんかそういうところで本を選んで読む方が安かったじゃないですか、うんうんうん、ね、ですからあの自然と英語の本に流れちゃったっていう、うん、活字中毒のなんかあれですよねちょっと日本語は英語に変わったけどみたいな、ね、そうそうそう、だからあんまり考えずにあのこう移動したんですよね、私も。でもあの、まあ、最初のうちやっぱり好き、もともと好きなのがあのこう忙しくなったりすると、うん、あのこうエスケープリードとかするじゃないですか、現実を逃れても、うん、でそのために読むものがやっぱりミステリーなんですよね、私はミステリー好きなんであのなんかこうあの日本にいる時もすごくあのテストとかでなんかプレッシャーがあるとアガサ・クリスティを読みまくったりとかしてだから逃避しちゃうんですよね、うん、だからあのもうミステリーとかすごくあの多かったですよね、最初に読んだものは。だからコージーミステリーだと、うん、あの先ほどおっしゃられたようにあのこう幼少ベストなんかでもあの説明する最初に説明するときにこうあらすじをちょっとだけ書いてるのはやっぱり状況が分かんないと、うん、最初のもうあの幼少の入り込みにくいっていうのは状況が分かんないからっていうのがあると思うんですよね。そうですね、うん、だから状況が少し分かっていると、うん、あの割とあオッケー、これはきっとその前のあの段階なんだなっていう感じで理解できるっていうか、うんうん、ただなんか真っ暗なところに放り込まれるよりもは少しなんかあのこう状況が、あここは暗いけれども地下室なんだなとか、うん、あの映画館なんだなって分かる暗闇の方が、うん、あのこうそこにいられるっていうか、うん、少し状況を見てみようっていう、ね、そういう気持ちになれるだろうと思うので、うん、そうしてるんですけれども、コージミステリーのいいところっていうのは一冊読むと登場人物が理解できますよね、うん、その街の雰囲気とか、うん、登場人物の主人公とか、だから2冊目からそういう努力しなくていいっていう、だから2冊でも3冊でも4冊でもどんどんシリーズ読んでいけるっていう、うん、でそこであの英語力を身につけるっていうか、うん、あの読む力を身につけることができるっていう、知らないうちに、うん、だからあの割とこうミステリー好きの人、嫌いな人っても言いますけども、たまにミステリー大嫌いとかっていう人もいるんですけれど、うん、あのミステリー大丈夫な人は高純ミステリーであのこう読む本を増やしていくと、うん、あの知らないうちに、うん、あのこう読む力がつきますよっていう、うん、もう英語で読んでることを意識してないぐらいの感覚になりますよね、きっとね、ありますね本当に、うん、まあ、ちょっと時間はかかるかもしれないけど、本当にこれからね50代以降の、まあ、私の、ね、うん、クライアントっていうのはその50代以降の英語学習者なんですけれども、うん、あの私がねあのワンダーってあのほら顔が変形して生まれてきた子のベストセラー、はい、あれが私も、まあ、娘がちょうどあの学校で読んでた時に自分も読んで感動して、うん、で幼少ファンクラブにも書いてあって、あれ読むと本当にそのアメリカで の, その学校生活とかね、うん、親と子供のやり取りとかがあまりにも使えるので、私あれ123章あるんですけど1章をワンレッスンのオンライン講座にしたんですよね、うん、だけどやっぱり最後まで走り切る人、あの続けてレッスンを受けてくれる人がほとんどいなくて、50人中7人ぐらいかな、最後まで行ってくれた人は、うん、でもその完走した人は、あこのワンダーっていうのがすごくその最初に読み切った要所だからすごい自信になったって言ってくれて、うんうん、だから、まあ、もちろん英語も簡単ですけど、すごく心に響くストーリー、うん、そうですよね、あのそうになるといいですよね。そうですよね、あの本本当に私も思い出になってる本で、うん、あの確かに作者の人とね、あの E メールかなんかであの交流したことがあるんですよね。だからあの日本語にも翻訳されたりする前に、うんうん、だから本当ずっと昔々に、うん、もっと昔々の頃は割とあのそういうふうに作者と交流したりとかあのしたことがそうですね、うん、あのありますよ、なんかいくつか、
それは自分から声をかけたっていうか、そのそうそうそうです、そう、あのこう感想を書いたりなんかして、そうしたら向こうからなんかちょっとあのいろいろ来たりとかってして、なんかいくつかっていう、いや素敵ですよね、そういうのね、心がポッと、うん、やっぱりそう本当なんかあのやっぱりそういうところでやっぱり作者の方もね、なんか、うん、あのこう人間性が出てきたりとか、うん、ありますよね。なるほどね、うん、そっかそっか。私がここ数年で一番良かったのはあのレッスンズインケミストリーなんですよね。 あれ良かったですね、うん、あれ本当良かったですね。本当何回も私はあんまり多くは読めないんですけど、気に入ったらとことんそればっかり読んじゃったり何回も繰り返して、うんうん、すごくあれは良かったんだけども、アップルでね、映像化されたんですよ。あのね、私で好きな本は映像化されてもなるべく見ないようにしてるの。もう、ね、見ないで正解。いやー、うん、ちょっとすごいがっかりしたね。だから私なんか自分の中に持ってるイメージを壊されたくないとか、うんうん、だから好きな本ほど読まない、あの見ないっていう。どうでもいいものだと映画化されてもいいんだけれどもあのすごく入れ込んでる本はあの映像化されてほしくないなっていうか、されても見たくないなっていうのは、うんうん、まあ、私の場合その見て映画、あのね、逆のパターンでそのオリーブキトリッジっていうあの、あ、はいはいはい、ミニシリーズがあって4話なんですよ全部で。あれはねすごくね、あの役者さんがいいと思う。私ね見てないんだけれども、ちょっとだけ1話だけちょっと見たかな。 あれはもう原作も大好きで、実を言うとうものすごく好きなの。私も最中感出ましたよね。そうそうそう、あの2つ I am ルーシーでしたっけと、それからこういうケトリッジと両方のシリーズがあるんだけれども、あのケトリッジの一番最初の時になんかこの人どういう人なんだろうみたいな感じだった。だんだんまた良くなっていくんですよね、うん、だからあれはなんかこうやっぱりあの特に私たちの年代の女性には響くところがあるんじゃないかなと思うんですよね。あります、あります、うん、ね、まあ、そのフランシス・マクドーモンド、その主演の、ね、オリーブ役の人がすごく良かったし、彼女はもう最高ですよね。ですよね、はっきり言って最高ですよね、あの人は、うん、なんかもう私もすごい夢中、今年の春ぐらいに見たんですよね。でその後ずっとそのオーディオブックとか読んだりしてて夢中になっちゃって、うん、もうなんか すごい今年はオリーブキトリッジの年だなって。あれはね、まだの人は絶対に読んでいただきたいと思います。多分50歳以上になってないとわからない部分とか、うん、そう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 、うん、あ、それは読んでもダメですね。そう、若い時読んでもなんか味がわかんないと思う。そうやっぱり本って出会いの時期っていうのがあって、うんうん、で若い時にすごく良かったっていうのを今読むとなんか、うん、とかっていうのもあって、でそれであの今だからすっごくいいとか思ってても、なんていうか、うん、若い時に自分が読んでいたら多分全然わからなかっただろうなっていう。だから、うんうん、あれはあの本当にあのお年頃の女性向けみたいな。本当ですよね。いや、あの本は素晴らしかったですよ。いやそういう意味でだからあのなるべく私もあの、うん、おすすめするときに自分の趣味だけで選ぶとそうなっちゃうんで、だからあの男性視点で読むとかそういう時もありますよ。そっかレビュアーとしてはそういうことをやられてるってことなんですね。うん、であのやっぱり時々を変えないとなんかこうのめり込んでバーッともう本当にノンフィクションばっかり読んでたりする、突然なんか飽きちゃうっていう時があるんですよね。でも なんかこうこれは変えなきゃいけないなみたいな方向性をみたいな。だからその時期があってなんかファンタジーばっかり読んでる時期っていうのもあって、であそろそろなんかこうちょっとまた他にしないとしばらくなんかこうちょっとしばらくいいわこれっていう感じになることがあって、うん、だからなるべくまあ自分が飽きないように変化させなければみたいな、うん、でももうご自分で気づくわけですね。あちょっとこれはそろそろ終わりにしてとかそういう感じになって、そろそろ終わりにしてみたいな、うん、でもまあ基本雑読です私。
YA も読めば読むしっていう、まあ、でもね好きにやっぱり好きなもの好みのものとやっぱり好みじゃないものっていうのはやっぱり自分の中でなんでこの人のもの好きじゃないんだろうっていうのがあるとそれをその理由を一応なんか自分の中で考えてああ納得したみたいな感じ、だから自分の中でなぜこの本嫌いなんだろうとかなぜこの作家みんな好きなのに私は好きじゃないのかなっていうのは一応考えるんですよね。なぜなんだろうって。で、なぜかっていうのが分かったら、あ、OK、分かったみたいな。自分で納得するって。そう、自分で納得して。それってちょっとエンパシーっぽいですね。なんていうんだろう、全然自分は好きじゃないけれども、この人は何考えてんのかなとか、なんで自分はその人に相入れないのかなみたいなのをちょっと第三者的なっていうかちょっと。それは考えますね。だからどういう読者だったらこれは OK なんだろうとかどの読者でも OK じゃない本っていうのは、もうだからこれは全然おすすめできませんっていうのはそれはもう本当に最初から要所別500とかにも入れないっていう、好きじゃない本でも入れているのはこれは多分他の読者で好きな人がいるだろうなとかだからやっぱりある程度のこうクオリティを満たしてないと、だからクオリティを満たしていて私が個人的に好きじゃない本っていうのはやっぱり何らかの理由があるけれどっていう、でもまあ好きな人はいるだろうなっていう、でも全くクオリティ満たしてないのに売れてる本っていうのはかなりあってそういうのはちょっと許せないなとかって思っちゃう、だから全然よしファンクラブで送れないっていう。なるほどね。ちょっと次の質問をさせていただきたいんですけど、普段の頭の中は日本語と英語どういう配分になってますかね。日本語は日本語でやっぱり物を書いているので日本語で物を書くときには日本語になるんですけれども、前質問される前はあまり考えてなかったんですよね。誰か別の人に質問されたときにどういう感じなんで何語で考えてるんだろうって言ったら大体だからシチュエーションごとで日本人のこと方といるときには日本語で考えてるけれどし日本語で物を書くときには日本語で考えてるけれども、普段はだからうちの夫とか家族は全員英語をしゃべるので、日本語で会話しないんで全く、でそういうのとそれとやっぱり外に出かけても、こういう関係がほとんどアメリカ人なん でそうすると大体英語で考えてるんだろうなっていうで、こうメモ書くときでもショッピングリストと書くときでも大体英語になってるんでだから無意識でメモを書いてるときに英語で書いてるんで多分やっぱほとんど英語で考えてる生きてるんじゃないかなと思うんで、完璧ではないですよ全然。ただ無意識に英語圏で生きてきて英語圏で、シチュエーションごとにやっぱり言語って変わるから、だから多分英語で考えてる時間の方が長いんじゃないかなと思うんですよね。英語の本しか読む大体英語の本しか読まないし、自然にそうなっちゃってるっていう、でもだからといってものすごくなんていうかこうネイティブ同様の英語を喋れるっていうわけでもないっていう、ネイティブがどういうレベルかっていうのはもうその人それぞれですもんね。この間読んだ本どの本だったのかなに出てきたすごく面白いのがあって、まだねレビュー書いてないんだけれども今年の話題作なんだけれどスパイの話なんだけど、なんですよね。フランスのに行っているアメリカ人 の, スパイ元こうスパ国のスパイなんだけれど今こうある問題があってプライベートに雇われているスパイの、女性のスパイの話なんですけれども、そのフランス語が流暢っていうだから彼女はフランス語流暢なんですよね。でフランス語流暢っていうのはこう発音がフランス人のような発音ができるフランス人と同様の発音ができるっていうのは流暢じゃないっていう、だからプロナンセーション関係ないんだ。それ流暢っていうのはこうそうじゃなくってなんていうか言葉っていうのにちゃんと分かってるかどうかっていうで言葉を操れるかどうかっていうのがやっぱり一番の、だから流暢っていうのとそれから
発音がフランス人みたいというのは全然違う問題で、そういう発音がきれいにできるっていうのは流暢じゃないっていう、なんか面白いそういう説明があって、あ、うん、なんかちょっとそうどういうふうに説明していたかっていうのははっきりと今言えないんだけれども、うん、それはあるなと思って、でアメリカ、特にアメリカの英語って発音ってもう本当に住んでる場所で全然みんな違うじゃないですか、うん、ね、ボストンの名前もあれば、うん、ニュージャージーの名前もあればって、もう本当に場所によってすごい名前が違いますでしょ、うん、で移民がすごく多いっていう、うん、でそうしたらみんな訛りがあって当然みたいな感じで、特に大都市では訛りを持っていて当然、うん、で訛りがあって当然で、だからみんな慣れているので、それよりもはどういう内容のことを話しているのかっていうところに集中してくれるっていうところがあって、うん、それがなんか違うところっていうか、日本に住んでる日本人の方が誤解しているところって、うん、こうわあすごいこの人は英語できるみたいなのをよくソーシャルメディアでやってますでしょ、なんか発音がすごい綺麗とか、うんうんうん、でこの人発音ダメだから英語できないみたいなね、有名な人 でそうじゃなくって、アメリカってもう本当に訛りっていうのは慣れてるんで、それよりもその人がどういうことを話してるのかっていうことで、 その人がこう英語できるのかできないのかっていうのは、うん、その内容にかかってると思うんですよね、うん、だからちゃんとそのこうコミュニケーションできてるのかどうかっていう、うん、だからコミュニケーションが目的であって、言語っていうのは、うん、こうコミュニケーションできてなかったら、どんなに綺麗な発音が綺麗でも、うん、全然この人は話できてないっていうのと同じっていう、うん、だから私の一番最初の頃の英語のように、私喋ってる、なんで君は英語喋れるのに僕言ってること分かんないわけみたいなこと言われて、全然コミュニケーションできてない、一方ただ単に私は喋ってるだけっていうだからフレーズを繰り返す英会話の勉強だけをしていても無駄っていうのはそこにあるっていう。なるほど、そう、確かにそう、中身ですよね、言いたいことがある人の方が強いっていうか、うんうん、もちろんその発音とか綺麗だったら綺麗に越したことはないけれども、そう薄っぺらなね、そうなんですよね、発音が綺麗なことを綺麗に越したことがないけれども、その発音ですら誰の英語なんだっていう、うん、だからイギリスに私最初行った時にはイギリスだったので、イギリスに、うん、しばらくいたので、アメリカに行った時には、まあ、日本に戻った時の、私の夫がアメリカ人なんですけれども、初めて会った時に私イギリス英語の訛りがあって、うんアメリカ人の友達みんな、もう一回行ってみて、もう一回行ってみてって言ってみんな笑ったりしてて、すごいブリティッシュ、何までやったかって言って、面白いとかって言って、なんか空港であった、韓国の空港であった、アメリカ人、テキサスから来たおじさんになんか、すごいイギリスの場合って、もう一回行ってみろみたいな感じで言われて、でも、そういう、だから、イギリス英語がおかしいっていうか、アメリカ人にとってはなんかすごい憧れだったりとか、なんか面白かったりとかするっていう、だから違うんですよね。で、うん、表現も違って、私がなんか言うたびに何でしたっけ、あ、トーチっていう、うんうん、アメリカ、イギリスではトーチってこう懐中電灯のことをトーチっていうじゃないですか、うんうん、じゃあアメリカだとそれフラッシュライトですよね、うんうんうん、で私がトーチって言ったら、私の義母が夫の母親が You carry? トーチ is like this って言って、トーチ is this 火がついたやつね、そう火がついてるやつ、トーチで、ね、これがトーチじゃない、フラッシュライトなんかハーブでもそうで、ね、ハーブとかって言ったらね、うん、No, you carry, it's herb! H は発音しないのよ。OK!
だから直されるとか、ね、そういうことがあるので、うんうん、だからあんまりこだわらない方がいいと思うんですよね。そう、相手も分かんなかったら聞き返してくれるから、あ、私が言いたいことはこれなんですよみたいな、ちょっと写真撮ってとかね、そう身振り手振りとかね、最後はもう通じた方が勝ちみたいな。だから あんまり気にしない方がよくて、私はイギリス人の友達でアメリカ人と結婚してこっちに来ていて、うん、でそれですごい私に泣いて、本当に泣いて話してたの、うん、なんかお店にどっかのお店に行って、うん、ミルクが欲しいって言ったのに、うん、全然違うものを出してきて、で、あ、パイとミルクとかって言ったのに全然通じなくてひどいとかって言って、私の発音そんなにひどいとかって言ったの私がなくでも本当に彼女すごい傷ついていて、うん、なんかこんなだけにね、アメリカ人の気やとかって言っていて、すごくイギリスに戻りたいって、なんかイギリスに戻っちゃったんですけれど、本当に戻っちゃったんですけど、すごくイギリス、なんかなんか私そこでなんかイギリス人なのに、すごくなんか発音が、私の発音そんなに悪くて通じないわけみたいなこと言われて、じゃあ私の発音は通じなくても私別にがっかりする必要ないわって、それ多分聞いてる人の問題だと思うよって言って、うん、だと思うね。アンラッキーな人に会っちゃったってことですよね。そうそうそう、なんか何もわかんない人に会ってしまったって。だから日本人の人って本当気にしないっていうか、なんか本当に面の顔を厚くした方が、うん、こう外国を勉強するときには通じなかったらもう身振りもあるし、うん、手振りもあるし、うん、絵も描けばいいしっていう。そうそう、うん、やっぱり写真とか協力ですよね。これと言われてこうやって出して、そうそうそうもうこれ見てこれが今は iPhone っていうのもあるので、そう昔は手書きでないから筆談したりして、ね、筆談したりしてここに行きたいんですけどなんていうかよくわかんないんですけど、だってだからよく発音わかんないんだけれどもとかって言って、うん、どう発音するかわかんないんだけれども、こういうところ、うん、こういうものとかで言ったら教えてくれたりもするんで、うん、まあ、それみたいな感じで、だから本当なんか体の力を抜くっていうか、うん、あんまり構えないで、うん、これしかないとか正解を求めようとしない方がいいっていう、だから言語って正解ないんで、うん、アメリカ人でも自分の子供の Z 世代の英語全然わかんないとかって言ってトランスレーターが必要みたいな。わかる、うん、そうですよね。いや、本当正しい英語よりも楽しい英語みたいなね、そういう方が気楽に面の皮を厚くして、もうね、へこんでもまた立ち直るみたいな、そういう繰り返しですよね。そうで、へこんでも立ち直る人の方が相手も、うん、こういい話をしやすい、うん、確かに。だから出かけてこう砕けて戻ってくればいいっていうか、砕けて戻って、うん、砕けて戻ってっていうのを繰り返してうちにだんだん上手くなってくるんで、何でも、うん、全くその通りだと思います、うん、はい、そっかそっか。そうですね、まあ、今のことが結局コミュニケーションで大切なことっていうかね、その正解とか正しいのをあんまり気にしすぎないっていうのは、うん、コミュニケーションのコツですよね。そうです、うん、ちょっとですね、あれですね、ゆかりさんがお好きな映画はありますか、何か。考えたんですけどね、最近あんまり見てなくって、うん、昔のでもいいですよ、ね、昔っていうなんかね、本当にもう大昔にこう子供のだから高校生の頃に、うん、見たパピオンっていう映画が、スティーブン・マックイーンのやつかな。そうそうそう、あれがもう本当すごく心に残っていて、なぜかわからないんですけど、あれがずっと心に残ってるんですよね。一番最後のシーンで、なんか青い海にダスティン・ホフマンですよね、うん、多分。で、こうもうずっと昔だか覚えてないんだけれども、こう乗ってこう浮遊しているので、ガーッと青い海がなって、でそこにこうダララ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 って音楽が流れるっていうのは、なんかこう あれすごい、なんかこうなんだか知らないけどすごい感動して、
あの映画すごく好きだったんですよ、うんうん、あれも映画館で見たらこう一番なんかこう、あ、これはやっぱり映画館で見てよかったなっていう感じの、へー、それがやっぱり心に一つ残っていて、うん、もう一つ別に好きとかするんじゃなくて心に残、なぜか心に残ってるっていうのが、うん、あのもう一つはベティブルーっていう、あのトランスセンスブームターン、フランスの映画で、それ、うんうん、イギリスで見たんですよね。へー、イギリスで見て、イギリス人の人になんかあのもう3カ国語か4カ国語が本当ペラペラに普通になんかネイティブ同様に喋れる人 で、うん、その人と一緒になんか見に行ったら突然なんかこれなんかあのレイティッド R じゃないこれみたいな感じだったんですけれど、あのなんかおしゃれな感じのなんか、まあ、おしゃれっていうか、まあ、でも全部フランス語で、うん、あのフランス語で英語のサブタイトルなんですよね、うん、すごい忙しいんですね、そうすると私にとってはまだだって英語がそんなにまだ、まあまあしかできないので、まあまあはできたんだけれども、でフランス語はちょっとだけ昔学んで、あの少しだけわかるけれども、そんなにたくさんはわからない、本当にビギナーぐらいのレベル、ビギナーからちょっとインターミディエットに移るかなぐらいのレベル、うん、あの頃は、今はもう絶対喋れないんですけれども、うん、でそのフランス語 で字幕英語ってすぐになんか通っちゃうところみたいな、なんか二重のフィルターがかかってる感じですよね。二重ですよ。だからあのそれってだから今思い出すのはなぜ思い出すかっていうと、やっぱりあの今初めて英語の本を読むとか英語を学び始めてる人たちってそういう気分なんだと思うんですよね、うん、そうかもしれません。だから本を読み始めると一体何が起こっているんだっていう感じで、それでもなんとかストーリーを追って、うん、でも細かいところをずっと見逃してるわけですよ、うん、細かいニュアンス全部抜け落ちてるけれども、大体何が起こってるか分かって、最後には本当に泣けるっていうか、うん、そうですね。でそうだからあのそのレベルを目指したらいいんじゃないかなと思うんですよ。だから本当に私なんか、うん何がこんな忙しいことをなんでさせるんだ私みたいな。でもあの本当になんとなく筋は追っていけて、うん、で最後には泣けたっていうのは、うん、だからあの割とね、だから本当に5割以上は逃してたと思うんですよね、うん、だからあのその後で何年か経ってから見直して、あそうかそういう意味だったのかみたいなのはあったんですけれども、それでいいと思うんです。だから、うん、幼少を最初に体験する人たちって何が起こってるかよく分かんないんだけれども、うん、最後になんかあそういうことだったのかとかポロリとでも泣けたら、うん、あのこう本当に勝利っていうか、そう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 ですよね。うん、あんまりそのオーバーウェルミングな気持ちになることがあるんだって覚悟しといて、あるいはそのもしその翻訳っていうか日本語訳が出てたら、最初にバーって読んじゃって頭入れてから読んだっていいわけだし、そう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 、うん、だからあのこうあの印象派の絵を見てるような感じで例えばぼんやりとで、そうそうぼんやりとでもなんかあこれはこういうこの池なんだなとか、うんうん、あのそういうなんか光景が風景がなんとなく分かっていて、なんとなくで最後まで行けばいいよって、だからなんとなくは許せない人の方が多いと思うのね、英語を勉強してきた方って、はい、特に日本人で英語を勉強してきた方はなんとなくが許せない。でもに日本語の本を読んでいてもなんとなくで読んでると思うんですよね。そう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 、だからもう全部分かってない、うん、5割とか6割ぐらいで OK にしといて、だんだんなんかピントがね、あ、合ってきた合ってきたみたいな。それはね、本当後であのこう後で帰ってあの来ればいいわけで、うん、だから最初はともかくなんとなく分かって最後まで行ったら、うん、よくできましたねって自分の肩を叩いてるっていう。そうそうそう、そうですよね、グッジョブっていう、そう、そう自分を褒めるそう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 、グッジョブってみんなアメリカ人のみんなグッジョブとか自分でやってるじゃないですかだからそれでいいと思うの、あの、うん、本当だから自分のためにやってることだから、うん、あの50歳からってあの英語を始めるっていうのはいいことだと思うんですよね。肩を力を抜かせていただける、うん、
あのそうそう年齢って。私もだからあの社交ダンス始めたのが64歳、ちょっと手前でしょ、うん、でだからあの高齢層じゃないですか。でその年でなんか社交ダンス始めてみたいな感じで、でもこの年だからって自分許せる？分かる。だから若い時に、小さい時とか若い時に始めたらもう完璧にできないと許せないみたいなところがあるでしょ、うん、でまあ、子供の時にやると親 の, あの期待に沿わなければならないとかあるけど、うん、誰の期待に沿わなくても自分だけ楽しめればそれでいいんだから、うん、なんかどんな上達であっても、うん、私ってすごいわってそう自分でこうやって褒められるの自分にグッジョブね。そうグッジョブっていう、だからグッジョブできるんで、だからすごくなんかこう、うん、あのこう楽、うん、でだからあの社交ダンスやってる今のスタジオでも、うん、でもできる人っていうのがどんどん進んでいく人っていうのは割と高齢の女性なの、うん、若い男性より若い人よりも。だからなぜかっていうと、私たちなんかいろんなことをもうすでにやってきて、で自分のために時間を費やすっていうことに渇望してきたでしょ。だからあのこう何でも楽しんでチャレンジできるっていう、だからもう満足させるのは自分だけ、うん、なんかその強さっていうのはあるんじゃないかなと思うんですよ。他人の目ほとんど気にしてないっていうか、わかるわかるだから自分だけ楽しめばいいしっていうのがやっぱりあのいいアティチュードになったのかなと思うんですよね。だからこの年齢層強いなと思っていて確かに。であんまり傷つかないし、うん、そうですよね、男性に比べると、うん、だから同じ年代の男性でやっぱダンスをスタートする人たちっていうのはあの割とこうなんていうかあの自分がこう仕事でこのレベルに達してたっていう人が多いから、うん、そうすぐにそのレベルに行かないとっていうなんかこう焦りのようなものもあるし、であのこうあんまりこうなんていうかあのこう自分の結果認められないっていうか、うん、でも私たちの年代だとあんまりそういうなんか変なあのこうプライドみたいなものがないんで、うんうん、あそうでこれここ直せばいいのねみたいな感じで、うん、ああそれはありますねきっとね、男の人の場合はね、うん、だからそれあの強みだと思って英語もやっていただいたらいいなと思って、うんね、うん、でもその体を動かすこととか、まあ、食生活もそうですけど、うん、そのなんていうのかな、認知症予防とかね、そういう、うん、いろんな楽しいことをやってることでやっぱり脳も生き生きしてくるし、うんうん、あの本を読むことでそのいろんな知的好奇心が満たされるみたいのがありますよね。で特に最近そのバイリンガル、あの第二母国語以外の言語をやってると、あの認知症とかアルツハイマーになるのが4年から6年遅れるっていう研究結果が出てるところで、いろんなところで出てて、あのほなんて言うんでしょうね、それが本当なのかって、だから英語をやる、認知症になりたくないから英語をやるっていうよりも、もともと英語が好きでそんな要所も読んだことないけど、あじゃあちょっと、あ認知症に効くならやってみようかなって、そのきっかけになるんだったらそれは全然 OK だし、だからそういう人が来てくれたら、そのじゃあ要所ファンクラブのね、このこれレベルなんとかを読みなさいとか言って私が指導するわけなんですけどいやあのでもね、やっぱりいろんなことに挑戦するっていうのはやっぱり脳にいいことだと思うんですよ。ですよね。だからあの体を動かすこと本当にね、あの大切だと思うんですけれども、あの脳もやっぱりその一つで、うん、動かさないとやっぱりダメになるっていうのはあるんで、だからあのいろんなあの、まあ、エクササイズでもそうだけれども、同じことを繰り返しているともうマンネリしてしまってあれなんで、やっぱり時々違うことをやってみるっていうなんかことが必要で、だから、うん、あのこうね、本を読む、それから、うん、あのオーディオブックを聞く、うん、であの本についてあの語り合ってみるっていう、だから、うん、いろんな方向性のなんかあの筋肉を動かすっていうか、そういうことをするとすごくやっぱり脳にいいと思うんですよね。ですよね。じゃあ渡辺ゆかりさん、今日は1時間以上あのお時間を取っていただきありがとうございました、うん、こちらこそどうもありがとうございました。